皆さんおはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ本日も始まりました ETN チャンネル。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略をしていきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、テイルズ・オブ・デスニー2実況プレイのパート8をやっていきたいと思います。さてさて、前回は、アイングレッテ号からスノーフレに向かう途中の船でですね、巨大な怪物に、海の主と呼ばれている巨大な怪物に襲われまして、船の底の方にね、穴が開いてしまいました。そのままでは沈没してしまう、もう危機一髪だと、いうところで、ディアーラの力によって、なんとか、この船がね、浮上しまして、なんとか助かったところですね。で、このね、船で移動することは多分難しそうですし、ディアーラも倒れてしまったので、とりあえずどこでもいいんで、陸地でね、休みたいなということで、あ、間もあった。ちょっと船長さんにね、相談しに行きます。おお、来た来た。当たったぞ。聖女を守る若き英雄諸君や。聖女？英雄？どういうこと？幾多の船を沈めてきた恐怖の象徴、フォルネウスを、わずか4名で倒してしまった。さらに沈没の危機をアタボニ神殿のエルレインをも超える奇跡の力で救った。君たちを英雄と、そして聖女と呼ばずして、何と呼べと。そんな。浮かれるな。お前一人の力じゃない。それにその奇跡の力のせいでリアラはまだ目覚めないんです。わかってるよ。無論それも危機を呼んでいるよ。この先にリーネという村がある。そこで聖女様を休ませてはどうかね。でもさ、そうしたら船を降りなくちゃダメだよね。それなら心配ない。この船はどの道応急処置をせねば、スノーフリアはおるか、アイグレッテに戻ることさえままなら。そこでだ、聖女様にはリーネで休んでいただき、回復を待って陸路でノイシュタットへ向かっていただく。我々はそれまでに船を補修してノイシュタットで皆様をお待ちすると、まあこういう寸法だ。だがリアルはいつ回復するかわからん。ノイシュタットに着くのは遅れるかもしれんが、それでも構わないのか。ああもちろんだ。君たちが着くまで船は出さないと誓おう。何せ命の恩人だからな。話がわかるじゃねえか船長。わかった。じゃあ俺たちはリーネって村に行ってみるよ。それじゃあ船を降りるときには声をかけてくれ。リーネって村はね、カエルにとってもかなり嬉しい展開のある村だと思います。カエルは称号英雄に違いないを得ました。ロニーは称号英雄以外ありえないを得ました。ジュエダスは称号英雄と呼ばせてくれを得ました。リアラは称号聖女様だを得ました。リーネか。カエル、こいつはちょっとついてるかもしれないぞ。ね。ん？で、どうするかね。今すぐ船降りるか、それともしばらく後にするか。じゃあもうすぐに降りちゃいましょう。ではさらばだ諸君、ノイシュタでまた会おう。アディオス。忘れ物はなしと。おい、ディアラはお前がおぶってけ。え、いいの？ロニー、女の子をおぶるなんてロニー好きそうなのに。あのなあ。それより帰る。リーネって名前聞き覚えないか。これから向かう村でしょ。それがどうか。はあ、もしかして。そう、お前の親父スタンさんの生まれ故郷だ。遠回りする羽目になっちまったけど、ま、災い転じてってやつだ。スタンさんの妹、確かリリスさんだったか。頼んでリアラを休ませてもらおうぜ。そう、ルーティーにね、死者の目覚めを伝授したスタン親子を目覚めさせるためのね、秘技、死者の目覚めを伝授した張本人ですね。
っていうわけで俺たちここに来たってわけ。そう、大変だったわねカイル。それに皆さんも。いや、俺たちはどうってことないです。それより急に押しかけちゃってリリスさんの方が大変かなって。ああ、いいのよ。ここは見ての通り何にもない村でしょ。たまにこれぐらいのハプニングがあるくらいでちょうどいいのよ。まあ兄さんはそれに耐えきれなくってここを出てっちゃったけどね。リリソバさん、一つ聞いてもいいかな。その父さんのことなんだけど。分かってるわ。小さい頃どんなだったか知りたいんでしょ。そう、とにかく寝ぼすけさんだったわ。兄さんを起こすのは私だったから、毎日そりゃもう大変だったの。大声で叫んだり、毛布を取ったり、ほっぺたをつねったり。でもね、それでも起きないのよ。で、最後にはフライパンを持ち出してお玉で乱れ打ちするの。秘技、死者の目覚めってね。あとは至って普通の子供だった。夢なんかも意外にちっちゃくって、お城の兵士になりたいなんて言ってたっけ。え、英雄になりたいとは言ってなかったの。言わなかったんですね。ただ士官を目指して、こうその試験のある場所を目指している途中で、まあ巻き込まれて、あれよあれよといううちに英雄になっちゃったっていう話だよね。ううん、全然。本人が言うには、いつの間にか世界の危機を救ってたんですって。いつの間にかよ。きっと世の中の人が聞いたらがっかりするでしょうね。でも私は兄さんらしくていいと思うけどね。そっか、そうだったんだ。せっかくだから村のみんなにもいろいろ聞いてみたらどう。きっと面白い話が聞けるはずよ。まあその英雄がどうのこうのっていう話に関してはジューダスも言ってたけども、まあその父親のスタンもね、英雄になろうとして英雄になったわけじゃないというね。これはもうジューダスも初めて出会った時に言ってましたね。なろうとしてなるものじゃないと。でもリアラが。この子のことなら心配しないで、私がちゃんと見ててあげるから。さ、よっしゃ。ではエプロンドレスいいのこれ。あちこち当たってみよう。なんかいるぞ。ふん、どうやらバレてしまったようだ。リリスちゃんちの風呂を除いて20数年、雨にも、風にも雪にも負けず、ただ風呂を覗き続けた英雄、それが俺だ。後ろに何かいるよ。はっ。え、待て、俺が悪かった。もうやめるから、三段層だけは勘弁して。やめて、ゲフ、助け。さよなら、覗き英雄。あ、いねえし。ね、リリスといえば、リリスもね、前作テイルズ・デスティニーでは、パーティーキャラクターとして参戦してました。まあ、ちょっと俺、プレステ版がやってないからね、そこら辺ちょっとわかんないんだけど、プレステ2版だと、まあ、隠しキャラ的な感じでね、仲間になって、一緒に戦ってくれましたね。なんかまた結構強いんだ。で、ヒヨギが死者の、あ、じゃあ、サンダーブレードよ。サンダーブレード、サンダーソードか。カイルは称号、麻婆カレー大好きくんがいました。そうだ、称号いっぱい増えたな。攻撃力は純粋にプラスする。あ、HP 増えるのいいな。HP がガンガンね、高くなってほしい。よしよし。いいの村。とりあえず
ストライプリボン、あ、ブル組が入れましたもんっていう。だからさ、この世界のジュニアン、どうして便所に食べ物捨てるの？落とすの？便所で何、用途しながら食べるの？考えたくないわ。言っちゃったけどさ。あ、えべ、装備しなかった。あ、いいのか。僕、魔物から入手したアイテムつけてましたもんね。食材かかっとこうかな。そんなにすごい高いわけじゃないからね。料理で、アクティブレベル上げていけば、上げていけばっていうか、まあ、上がりやすくしていけば、この分ね、多少は、技の覚え方も効率よくなるかもしれないしね。で、いろいろ話聞いていこう。何？スタンの話が聞きたいだと？スタンは俺の印象だとただの寝坊すけってとこだな。毎朝リディスちゃんのスタンを起こす声が村中に響いて、それでみんな目を覚ましたもんさ。目覚ましいらずだ。うちの個人でもカイルを起こすルーティーさんの声が目覚まし代わりだったな。千日の稽古を、なんだ、勝てとしては言わない。万日の稽古を連とする。そして勝負は一瞬。厳しい修練の道を進むがよい。何の話？多分難易度が増えたのかな。俺は伝説の英雄スタンダー。通りゃ、暗い魔人剣。英雄さんの手にかかれば倒せぬものでもないのだ。スタン国か、昔俺も言うからな。ただ、カイルが使うのは魔人剣ではなく、走破人っていうね。あ、カイルのこと知ってるんだね。テクニカルスマッシュについて話し合っているですね。いや、そういう情報は。スタン君、村で一番のやんちゃ坊主だったわね。昔リリスちゃんがスタン君にお魚買ってくるに頼んだらしいんだけど、スタン君ったら村の池の鯉を持って行って大目でも食らったらしいわよ、なんてやつだ。ん？あんた昔どこで見たよな。うん、どこで見たんだっけ。ああ、そうだ。裏山で見たハリネズミ。あんたなともそっくりだ。また切ってやろうか。お、あ、おかえりなさい。どうだった？みんなの話を聞いて、少しは兄さんのことわかった？うん。俺のイメージとだいぶ違うってことはわかったよ。喧嘩もすれば、いたずらもする。ドジもすれば落ち込んだりもする。今の俺と同じだったんだなって。昔ルーティーさんに聞いたけど、あなたも英雄を目指しているんですってね。あの兄さんにできたことですもの。きっとあなたも立派な英雄になれるわ。頑張ってね、カイル。今日はもう疲れたでしょ。一晩ここで泊まっていけば。そうさせてもらおう。じゃあすぐにベッドを用意するわね。ね、散々な目に遭ってますから。しかもこれからね、徒歩で移動しないといけない。ダメだ、目が冴えてちっとも眠れないや。どうしたカエル、寝つけないみたいだな。ああ、ロニー、ごめん、起こしちゃったね。気にすんなって。どうせスタンさんのこと考えてたんだろう。あ、うん、俺、父さんは英雄らしいすごい人生を生きてきたんだと思ってた。どうでもいいけど、ジュータスと仮面つけたまま寝るの？でも、本当は違ったんだね。俺みたいに寝ぼすけだったり、ドジやいたずらもやったり。それで、幻滅したか？ううん、全然。逆に俺、なんか嬉しかった。俺も父さんもそんなに違わない。
だから俺も頑張れば父さんみたいになれるって思えたんだ。なるほどな。お前らしいよ。だが間違えんなよカイル。確かにスタンさんは生まれも育ちも普通のやつと変わらないけど、あの人は英雄になった。それはあの人が本当に強い人だったからだ。そうだよね。父さんは旅の途中どんな怪物も倒してきたんだもんね。そうじゃねえよカエル。スタンさんは力が強いんじゃねえ、心が強いんだ。心が強い？ある時スタンさんが俺に話してくれたことがある。自分と相手を信じ続けるんだ。時には裏切られたり悲しい目にあったりするかもしれない。それでも相手を信じ、相手を信じた自分を信じるんだ。そうしたら最後はきっとうまくいく。言うのは簡単だが実行するのは難しい。人はつい他人を疑っちまうし、自分で勝手に自信をなくしちまう。そんなことができるのはあの人、スタンさんだけさ。だからあの人は英雄なんだよ。信じることを最後まで貫ける、それが本当の強さだ。信じること。お前も貫けるといいな。信じるってことよ。うん。でもさ、ロニってすごいよ。父さんのことなら何でもわかるって感じだよね。命みたいなもんだからな。俺にとってスタンさんってのは、スタンさんがいなけりゃ俺は。ロニ？さあもう寝ろ、明日も早いんだからよ。うん、おやすみロニ。なんか知ってるなロニ。おはよう、リリさん。あら、おはようございます。皆さん、ずいぶん早く起きてらしたんですね。一人例外はいるかな。あれ、なんでそこで寝てんだ。こら、カイル、起きろ起きろ。こんなところまで兄さんに似ちゃったのね。仕方がない、久しぶりにあれをやるか。本家リリさん、それってまさか。耳塞げい。あ、耳塞いでてくださいね。あ、ちゃんと忠告する。行くわよ。ヒギ、死者の目覚め。おはよう。あれ、なんか母さん感じが、はいはい。いいから起きて帰る。ルーティーノでカイルに通用するんだもの、リリスのが通用しないわけがない。はい。さすが本家、しっかり塞いだはずなのに耳鳴りが。あれ、リアラは？考え事があるからと外に出て行った。そういえば随分長いな。お前呼んでこいよ。戻ってきたら朝飯にしようぜ。よし、どこ行った？どこだ？あ、いた。リアラ、朝ごはんできたってさ。あ、帰る。もう元気そうだね、よかった。ごめんね、心配かけちゃって。そんなの気にすんなって。あれだけ頑張ったんだから疲れちゃうのもしょうがないよ。それにしてもすごかったよな。ペンダントが光って船が浮いて、おまけに空まで飛んじゃってさ。そんな。船長さんなんかさ、彼女は聖女に違いないとか興奮しちゃってさ。だから聖女だよ、奇跡を起こせる女の人のこと。エルレインってのがそうなんだけどさ。エルレイン。そうそう、そのエルレインってさ、リアラと同じペンダントしてるんだ。でね、力を使うとペンダントが光って。あ、もしかしてそのペンダント、なんかすごい力があるの？それがあったら俺も奇跡が起こせる？それは。なんてね、
そんなはずないよな。君のペンダントを拾ったことがあったけど、あの時は別に何にも起こらなかったし。だからやっぱりあれはリアラの力なんだ。本当すっごいよ。そんなことない。私の力なんてまだまだよ。今回はたまたまうまくいっただけ。また同じことができるかって言われたら。だから奇跡なんじゃないか。リアラ、自分と相手を信じ続けろ。そうしたら最後はきっとうまくいく。え？ロニが教えてくれたんだ。父さんの言葉なんだって。俺ここに来て父さんの話いろいろ聞いたんだ。父さんも俺と変わらない。いたずらもするしポカもやっちゃう普通の子供だったんだって。だから俺も英雄になれるかもってそう思ったけど、ロニが教えてくれたんだ、さっきの言葉。自分と相手を信じ続ける。それってすごく大変なことだって俺もなんとなくわかる。でも父さんはそれができた。だから英雄になれたんだ。だから俺もやってみる。自分とみんなを、リアラを信じる。カイル、この前みたいなことまたできるかわからないって言ってたけど、俺はできると思う。リアラなら必ずできるって信じてる。だからさ、リアラも信じてみてよ。自分と俺たちをさ。うん、行こうリアラ、みんな待ってるよ。よっしゃー、さてさて、朝飯だ。さあ、朝飯食べたらすぐ出発だ。リリソバさん、ご飯。ご飯になると元気になるのも兄さんと同じなのね。もう用意はできてますよ。冷めないうちに食べてね。マボカレー、リリソバさん、いろいろありがとう。ご飯美味しかったよ。サークル系だっけ、ミリマートだっけ、昔麻婆カレー、いやちゃんと やったのどこだっけな。どう行っちゃうの。ゆっくりしていけばいいのに。ミリマートだったかな。またいつか必ず来るよ。今度は父さんと母さんを連れて。そうね、その日を楽しみにしているわ。あ、そうだ、出発の前に。リリスはストのこと何も知らないのかな、行方とか。兄さんも使ってた英雄御用達の品よ。お、コレクター図鑑を手に入れました。ムーングラディウスを手に入れました。さらにイリーネで採れた新鮮な野菜をとっさりもらいました。元気でね、カイル。また遊びに来てちょうだい。いつでも大歓迎よ。また来るよ、絶対に。リリソバさんも元気で。リファインが実行できるようになりました。リファインは選択したアイテムを別なアイテムに変化させたり、武器や防具などを合成させることのできるコマンドです。なお、リファインを実行する際にはルーンボトルとレンズを消費します。ルーンボトルは街で買うことができるので、いろいろと試してみましょう。はい、リファインね。まあ武器をまあこう合成して、なんか新しいね、アイテムを作ると。まあ、ルーンボトルないで今できないですけど。お。さて。ではね、リアラも。復活したことですし、船長さんと約束したノイシュタップまで、歩いていきたいと思います。ここからだいぶ、長距離のね、移動になるんで、まあ、大変なんですけれども、まあ、頑張っていきたいと思います。はい、では、テイルズ・オブ・ディスニー2実況プレイのパート9、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。